縁は。縁は俺の中で一つの形じゃない。糸みたいに繊細な縁もあれば、刃物みたいに自分が傷つくこともある。自分の形が変わっていく。熱を持って入れば周囲の形も影響される。打たれるたびに強くなる。俺にとって縁は金属みたいな形かもしれない。もはやよくわかんねえけど、少しだけ自分の絵に飲み込まれそうな気がした。どうっすかね。いやー、めっちゃいいっすよ矢口先輩。私この絵めっちゃ好きです。円は自分自身を変化させる金属っていうのがテーマで、真ん中の丸い穴、溶鉱炉ってわかる？感動しますね。一人の生徒が育っていく過程というのは。大きくなりましたね、矢口さん。ありがとうございます。